どうも中間と申します。今日はですねちょっと代官山に髪切りに来たので動画撮ってます。まあ、どこに来たかっていうと、まあ、大しかしかさんっていうところなんですけれども、まあ、知ってはいたんですけどもともとブローチにすごい近いんで代官山ブローチに、まあ、今回来た形になります。はい、ではちょっと上に行ってみましょう。はい、じゃあ店内に入りました。さっきちょっと外でもねお話ししてたんですけど、今日やってくれるゆうたろうと言います。よろしくお願いします。お願いします。りょうさんも一緒なんですよね。はい、りょうさんもそうですね、今年から来てくれてますね。あ、すごい。りょうさんはカットですね。まあそんなこんなで代官山にあって、代官山から徒歩5分6分ぐらいなんですよ。そうそうそう、ブローチからもすごい近いし、ちょっと細い道にあるんですけど、分かりにくいんですけど、調べてもらえば全然来やすいと思うので、多分見たことある人も多いと思うんですよね、りゅうたろうさんのこと。そうですか、ね、今日パーマをしてもらおうと思ってます。はい、最近もカットはしてるの で、 そうですよ、ね、ちょっとパーマして、はい、でもしボリュームがバーン出たら、はい、そこの量だけちょっと取らせてもらって、 ありがとうございます仕上げようかなと。ありがとうございます。じゃあ そんな感じでじゃあちょっとパーマかけていくんで、はい、ちょっとやっていきましょう。そんなにぐるぐるな感じじゃないですよね。そうですね、ちょっとゆったりふわってする感じで、あんまりでも僕そんなこだわりないんで、ちょっとお任せでかっこよくしてもらえればと思います。かしこまりました。お願いします。大丈夫ですので、ね、じゃあちょっと最初にシャンプーしてもらうので。はい、行ってきます。ふんださんにシャンプーしてもらいます。お願いします。お願いします。じゃあ行ってきます。はい、すいません。おっ、これちょうどいい。来たわ、ちょうどいい。ちょっとあんまりこのボリュームがめっちゃ出なくてもいいのかなっていう感じで、ああ上に、横に、そうですね、あんまり高さが出てもこっちが長い方が、ボリュームの方が似合いそうなんで、はい、それでいかせていただきます。はい、ありがとうございます。そうそう、ずっとパーマかけていきます。かっこいい。ちょっと緊張しますね。確かになんか7、8年ぐらい変えてないっていうのは。そうなんですね、髪型を、うちに来ていただいてからも基本的には同じですもんね。そうなんですよ、変わってないので。ゆうたろうさん24歳でしたっけ。24歳です。あ、若いですね。2つ下かな。りょうさんとかの2つ下ですもんね。あ、でも3月生まれなので、はいはいはい、今年25の代になるんですね。あ、1個下かじゃん。そうなんですか。あ、なんか、なんだろう、なんでこんな差を感じるんだろう。僕、若く見られちゃう。そうですよね、きっと。はい、未だに20歳とか言われたりするんですけど。年賀とかされます？されますね。すごいな。全然されなかったですか。されなかったですね。された記憶があんまないですね。あ、本当ですか。やっぱあれか、洋服の話した方がいいですね。いや、全然何でも大丈夫です。普通にもうしょうもない話があるしたいなって。しょうもない話で全然大丈夫。やればいいじゃないですか。ネタ。すごい進めるネタ。すごい進めてる。YouTube。すごいやってほしいと思う。機械音痴なんでちょっと。インスタの、りゅうたろうさんのインスタ貼っとくんで、概要欄に。ありがとう。もし、カットの役とかね、パーマの役とか、カラーも、何でもできますもんね、多分。あ、もちろんです、もちろんです。もう何でも、何でもござれって感じだと思うんで、はい、概要欄から、すぐ DM パンって送ってみてください。フォローとね、お願いします。よろしくお願いします。お願いします。YouTube に出るなんて本当ないよ。初めてです、僕。まあそうっすよね。初めて経験なことで。もうなんか震えますもん。震え、いや、そんな。すごい緊張。全然大丈夫ですよ、そんな。すっごい僕緊張してますよ、ちなみに。すずなさんはおいくつなんですか。私は、ゆうたろうさん2つ下で、もうすぐ23です。あ、なるほど。すごい肌が白いですね。ありがとうございます。すずな白いな。でも、ゆうたろうさんも白いですもんね。並べとくと。そうですね。確かに、白い二人みたいな。そうかもしれないですね。白いし、髪も明るい。明るいし、ってなっちゃうと、もう、すごい。やっぱお忙しいんですか、ゆうたろうさんも。どう？忙しいと思います。あ、そうですね。そうですね。一日でも僕、
結構予約枠ゆっくり取るんで、あ、なるほど、10人ぐらいですね。そうです。1日10人起きるんですか？10人ですね、大体平均で。1日10人、はい、1人1時間の人も11時間10時間とかですかね、はい、すごい大変なんですね、プロレスさんって、うん、でもいろんな人いますからね、もっともっとやってる人もいればもう早くてとか、あ、なるほど、もっと早くすればそうですよね、1人の時間を短くできれば。中村さん結構あれですよ、ブランドを着ることが多いですね、はい、そうですね、ブランドの服が多いですから、ね、基本的には。見てていいなと。いや、全然そんなの、ギリ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 でもギリギリでギリギリでやってるんだよ、ギリギリなのに。結構古着も多い。ああ、はい、そうですよね、きっとそうですよね、なんかお話を伺ってると、ね、いわゆる古着ミックスですね。ああ、なるほど。ずーっとそんな感じです。やっぱちょっと着こなしに変化出るのが確かに個人的にはすごいいいなと思いますね。すごい今なんかすごく入ってってるのが感じます、頭の中に。すごくなんですか？すごくなんかこう、いろいろつけられて、そう、つけられてる装着感が出てるんで、装着感あんまり聞いたことない言葉ですけど、でもなんかフィットしていく感じですか？そうですね、なんかカチンってハマっていく感じですね、はい、実際どんどん巻かれていくんで。あ、そうですよね、はい、サザエさんみたいになるんですもんね。そうですね。中村さん、いつ頃からあれですか、 YouTube 始めてるんですか？去年ぐらいなんですよね、本当にちょうど1年、あと来月で1年って感じなんですよ、はい、あ、そうなんですね。そうなんですよ。やっぱ最近じゃあ最近なんですね。最近、そうですね、最近、うん、そうですね、もうなんか長くやってるつもりではあるんですけど、まだまだみたいな感じではあるんで、はい、でも1年間もやると思ってなかったですね、初めて。本当ですか？絶対にやらないと思ってた。お試しでみたいな。そうそう、お試しでって思ったんですけど。それこそ大陸とかっていう、大陸とかは僕ファーストルックからヘアメイク入ってるんですけど。あ、そうなんですね、はい、大陸も今人気ですもんね。そうですね、うん、すごく嬉しい。めっちゃ若いですもんね、確か私24の子がやってますね。彼もうちに髪切り来てくれてるんですけど。あ、そうなんですね、はい、結婚する時の和服の人のみたいな。あ、確かに、女性の方、白むくあれ、あ、そうそうそう冷たいですよ。いや、全然。あ、大丈夫ですか？だんだん来ると思います。あ、あ、本当だ。あとはお茶があったかいのか冷たいのか。あ、ありがとうございます。冷たいやつでお願いします。はい、お願いします。とりあえず10分ぐらい。わかりました。ます。学生の時ですね。あ、なるほど。でも入院したんですよ。親知らずを。やばいな。抜くために。え、そんな入院ってあるんですね、親知らず。なんか、本当に全身麻酔で、抜いて、腫れて、ちょっと収まるまで入院みたいな感じで。あ、もう本当にやばかったんですね。だって全身麻酔かけなくないですか、親知らずで。ですよね、うん、でもここだけだと本当に痛すぎてやばいからみたいな感じで入院して。すごかったんですね、本当に。一応あの抜く前から見せます、ね、これ当時5年前ぐらいの。5年前ぐらいです、ね、抜く前。あ、お父さんですか？あ、これ隣お父さんです。あ、全然違いますね。お父さん黒いです。お父さん黒いです、ね、はい、で、あの親知らず抜いた後これです、はい、やば、本当だ。自信あるんですよ。漫画の違いぐらいある。しかも、なんかなんだろう、肝とかじゃなくて可愛い。ずるいな、これ。可愛いな、めっちゃ可愛くないですか？ずるい画像なんで、ずっと持ってる。めっちゃ可愛いな、これ。これ、絶対 LINE のプロとか一回したことありますよね。あります。絶対可愛いですもんね、これ。あ、両方一回抜いたんだ。一本ずつ抜くか、選んでって言われた。なるほど。めんどくさいんで、一回でって言って。なるほど、はい。やばいな。かかりましたね。かかりました。一応今、これ濡れてる状態、はい、で濡れてる状態が一番強いんで、はい、まあ、乾かすとちょっと緩くなっちゃうんですけど、オイルのトリートメントをつけて一回自然に乾かします。あ、はい、すごい、すごいくるくるに。あ、全然いい匂いです。綺麗にかかってます。やっぱ楽ですよね、この方が。朝とかが、そうですね、朝の時間がだいぶ短縮されると思います。楽ですよね。なんか本当ちょうどよくかかってくださってる感じが。濡れたらしかももっと出るっていうのはいいですね。そうですね、一番濡れてたら一番強く出て、乾かすほど緩く出るっていう感じで、まあ、その朝のどれぐらい濡らすか。そうですよね、僕朝シャン派なんで結構。お、ちょうどいいですね。ちょうどいいです。髪の毛大変ですよね。
ですかね。うん、なんか知識とかもすごい大変な気が。あ、これ僕一個言いたいことあって。はい。あ、なんかあるみたいです。はいはい。あの洋服とかって、はい、要するに買うじゃないですか。ああはい。で結構それを家に持ち帰って。はいはい。こう自分なりに着こなして意味あるみたいな。確かに髪型って意外とみんなここでやるじゃないですか、はい、髪型を買ったってことだと思うんですけど、あ、言い方そのままなんですよね。あ、なるほど。で、あの洋服は着こなすんですけど、はい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 、なんか髪型はやっぱ買いっぱなしみたいな、買いっぱなしメンズなるほど女の子やってくれるんですけど、あ、自分でアレンジしたりみたいなところがあって、まあ、スタイリング剤つけるもそうなんですけど、あ、なるほど。やっぱそれで、せっかく安くないんでやっていただいたら、やっぱ家で髪を着こなしてほしいなっていう、すごい。やっぱスタイリングとか、スタイリング剤か、あ、剤つけるだけでいいようにするんで、なるほど。それをやってほしいなっていう願いがあります。でもすごい提案してくださいますもんね、リュータロさん。なんかこここうした方がいいみたいな。そうですね、やっぱスタイリングすごい大事なんで。すごいですね、でも本当動きがすごい出やすく、いい感じにしてくれました。ちょっと自然乾燥します。ます7、8年一緒だった髪の毛がカットフェンスに、まあ今回は動きを与えたっていう感じで。確かにすごい動いてる。はい、これだけでも違って見えるかな。いや、ありがたいですちょっと気持ちが変わりますね、やっぱり気分が。あ、本当ですか。大丈夫そうですか。大満足です。ありがとうございましたありがとうございます。かっこよくしてもらいましたありがとうございます。ありがとうございました、本当に。はい、代官山ですよね。2店舗あるけど、はい、なんて紹介すればいいんだろう。大シカシカさん。大シカシカに僕はいるので。そうですね、大シカシカに、はい、大シカシカさんに、リュータローさんはいるのでインスタとか概要欄貼っとくので、大シカシカさんのインスタと、あとリュータローさんのリンクも貼っときますので、そちら概要欄から見てみて、フォローとか、チェックとか予約とかも DM からもできるんですか。 DM か、お電話どちらでも大丈夫。あ、どちらでもいけるみたいなんで、はい、ぜひぜひやってみてください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでね、今日は大シカシカさんで切ってきました、龍太郎さんに。はい、ぜひぜひすごいいいサロンさんですし、すごいかっこよくしてくれますし、本当に他でも言ってますけど、提案をすごいしてくれるんで、髪のすごいいいと思います。ちょっと暗いな、まあいいか、ちょっとすいません、暗いんですけど、はい、すごいおすすめなんで、ぜひぜひ行ってみてください。代官山の大シカシカさんです。はい、全部、ね、概要欄に載せておきます。はい、はい、それではいつもご視聴ありがとうございます。コメントの方もいつも読ませていただいております。コメントの方で何か質問といただければ返していきますので、ぜひお願いいたします。あとインスタもやってます。自分のブランドブラスと、あと自分のアカウントね、個人のアカウント、どちらも概要欄に貼ってますので、ぜひそちら概要欄からフォローの方お願いいたします。ではこの動画がいいと思った方は高評価で、チャンネル登録まだだよという方はチャンネル登録の方だけ、何卒チャンネル登録はよろしくお願いいたします。忘れずにお願いいたします、チャンネル登録。では、また次の動画でお会いいたしましょう。はい、失礼いたします。